これ使っ、まあ、3年、4年、5年、何年かかるかわかりませんけど、使った後のトラックの、これまた普通の輸送のトラックとして、科学的には使えたとしても、実際、あの会社経営されて、また協会の代表として、これ、使う気にはなれないと思うんですけれども、その辺はどうですか、はい、渡辺参考人、おっしゃるとおりでございます。まあ、これれもも例ですけれども 3年7か月前の原発事故のときに、福島県でガソリン、油が非常に不足をしました、で、全国各地からあーローリーがー油を積んで福島県に参りました、小熊、えー、議員おっしゃるとおり、宇都宮で止まったローリーもありますし、郡山に来て、郡山で止まったローリーもありました。 えー、出したローリーの会社の方は、その頃まだこの原発放射能というのがあ広く知れ渡っておりませんでしたからあ、受け取りを、車を拒否しました。確か四十数台だったと思いますけれども、これは国と県が調整して、えー、業者から買い上げをしました。で、えー、二年ほどそのままあ郡山に放置しておきまして、まああの 科学的に放射線がないからということで、四十数台のローリーを入札をかけて売却したという経過があります。今おっしゃるとおり、我々協力すると言ってますんで、今の車では間に合わないから増車しなさいということであれば、いろんな補助制度やら何やらを作っていただければ、 大いに車も増やすことも可能でございますけれども、えー、使用、使用終わって、果たしてそれに食料品を積んだり、一般のものを積めるかというと、そうはいかないと現実問題であるとございます。今、あ例に挙げましたローリーのことも考えますと、一日だけのことでもう引き取り拒否したわけですから、えー、我々、な、え、ん、ー、だと、福島県の福島愛図岩木ナンバーの車、これ、 放射性物質運んだ車でね、がーと言われる可能性は大ですからね。でやっぱり限定した車で、えー、運んで、最終的にはあその車はあ国が責任を持って、えー、処分をお,お願いしたいというのが本音の考えでございます。大沼ありがとうございます。この確保の問題、まあ、人員確保もありますし、車両の確保の問題、その保有のあり方の問題というのもあの明らかになって、 なりました本当にありがとうございます。また、あの、酒井参考にお聞きしますけれども、これ、われわれその三十年後に最終処分所に持っていく。これは国も約束して、これから法制化をするとは言っていますけれども、これは県民の願いです。出せるものなら出したいです。だけども、